んにちは、本社スタッフのガッキーです。今日はみんなのお弁当コーナーです。早速本社スタッフのお弁当見に行っちゃいましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。営業部の佐久間さん、今日のお弁当見せてください。はい、私は見た目重視の可愛いお弁当を意識してます。可愛い、ありがとうございます。すごいオムライス美味しそう。色もやっぱ綺麗だね。ありがとうございます。美味しそう。山木さん、お弁当見せて。はい、私は過去の ABC のメニューを結構取り入れてます。うんうん、こんな感じ。本当だ、美味しそう。鶏のさっぱりに私も習った。それ美味しいよね。これ美味しい、すごい美味しい。ご飯私も美味しい。合う。じゃあ先生、天野先生、はい、今日のお弁当見せてください。はい、私はパンです。うん、美味しそう。うん、ね、うん、ですよね。で、うん、シーズンクラスの味噌マヨキノコです。うん、それを持ってきました。美味しいんですよね、それ。うん、すっごい美味しい。簡単にできた。前の日に作ったパンってお弁当にしますよね、よく。する私もすごいする。すごい、皆さんすごい美味しそう。じゃあどうぞ食べてください。はい、じゃあね、また後で。ちなみに今日の私のお弁当はじゃーん、ぶっかけ丼です。美味しそう、美味しそう。本当豪快でしょ。乗っけただけなんだけど。じゃあ今日はお邪魔しました。みんなのお弁当コーナーでした。じゃあまた、バイバーイ。